継続戦争、継続戦争、継続戦争は、第二次世界大戦中の1941年6月26日から1944年9月19日にかけて、ソビエト連邦とフィンランドの間で戦われた戦争である。戦争当時国の一方であるソ連では、この戦争は大祖国戦争、独祖戦の一部である。第二次、ソカオル。 ソ連フィンランド戦争とも呼ばれる。第一次、ソ・カオル戦争については冬戦争を参照。フィンランドとソビート連邦の第一次、ソ・カオル戦争。冬戦争は、1939年11月30日に始まり、1940年3月12日のモスクワ講和条約により3ヶ月で終結した。フィンランド軍は奮闘し国家の独立を維持したものの、 カレリア地方などをソ連に割譲し、ハンコ半島を咀嚼地とすることを余儀なくされた。冬戦争の際には、イギリス、フランス両国にフィンランド側に立って介入する動きがあったが、ノルウェー、スウェーデンは軍隊の通行を認めず、この計画はペーパープランに終わった。ノルウェー、スウェーデンもソ連との関係悪化を防ぐために、ほぼ中立を維持し、スウェーデンからは、 義勇兵は送られてきたものの、フィンランドへの公的な支援はなかった。このような各国の態度はフィンランドにとって厳しいものだった。冬戦争後、フィンランドはスウェーデンと同盟を結ぼうとしたが、ドイツの横槍が入った上、中立を守ろうとするスウェーデンの敗北したフィンランドへの対応は冷たいものだった。バルト三国がソ連領下されると、 フィンランド国内ではソ連に対する脅威感がさらに高まった。連合国も北欧諸国も助けにならない中、共産権の脅威が忍び寄るフィンランドは、数軸国ドイツとの関を深めざるを得なかった。1940年6月にフランスが降伏してしまい、西側でドイツと戦っているのは英連邦諸国のみとなった。フィンランドの周辺は敵対的なソ連、 フィンランドと距離を置きたいスウェーデン、そしてドイツだけとなった。フィンランドは貿易上でも大きくドイツに依存することになり、1940年8月にフィンランドはドイツと密約を結び領土内へのドイツ軍の駐留を認めた。1941年6月22日ドイツがソ連攻撃を開始するとフィンランドは当初中立を表明した。しかし、 フィンランド領内からソ連を攻撃したドイツ軍に対し、ソ連はフィンランド領内で空爆を行ったため、6月26日、フィンランドはソ連に対して戦線を布告した。フィンランドはドイツとは同盟関係にないことを再三強調し、この戦争は冬戦争の継続であるとした。このため、この戦争はフィンランドで継続戦争と呼ばれている。英米は当初は、 フィンランドの主張に沿う形で中立を保ったが、再三にわたるソ連からの必要な戦線要求に折れて、同年12月、イギリスは戦線復告し、フィンランドに同情的であったアメリカ合衆国も国交を断絶した。1941年7月、戦争が始まると、フィンランド軍はカレリア方面に攻勢を行った。準備の整わないソ連軍を相手に、 フィンランド軍は、快進撃を続け、冬戦争で奪われた領土を再占領した。8月末には冬戦争前の国境線まで到達し、12月にはレニングラード近郊まで進出し、激しい戦いが行われていた、ハンコ半島からもソ連軍は撤退した。北部では、銀月値作戦でドイツ軍と共に進出を開始、ムルマンスク港ダッシュとムルマンスク鉄道の切断を目指したが、 ソ連軍の抵抗によってかなわなかった。その後、ドイツ軍のモスクワ攻略作戦での失敗もあって1941年末には戦線が降着。フィンランド軍は、さらなる進攻は行わずに、ドイツ軍の作戦支援を行い、カレリア一帯に残豪と防衛線を築きながら、防御体制に入った。1943年、ドイツ軍がスターリングラードの戦いで敗北すると、 フィンランド市の部は、数軸国不利と見て、戦争からできるだけ早く離脱し、ソ連との講和を結ぶことを考え始めた。1943年には、リストリティが大統領に再任され、内閣は早期の講和に向かって動き始めたが、その試みはすぐに暗礁に乗り上げる。フィンランドはドイツに対し、自国が経戦困難であり、 早期にソ連と分離講和をしたいと伺いを立てたが、ドイツの猛反発を暗い食品などの必要物資の輸出を止められてしまった。ドイツに物資を頼っていたフィンランドは、物資不足に陥り、戦争を継続することをドイツ側に伝え許しをこうことで、ようやく物資の輸入を再開できた。しかし、その後も数軸国の不利は変わらず、フィンランドは戦争離脱を模索し続けた。 1944年1月にソ連がレニングラード包囲戦でドイツの方位を打ち破るとフィンランドは2月にソ連に講和を持ちかけた。しかしソ連がフィンランドに出した講和条件は厳しいものだった。講和条件にはフィンランドは独力でフィンランド在留のドイツ軍を駆逐することという条件があったがこの条件は当時のフィンランド情勢から考えると到底受け入れ。 堅いものであった。フィンランドより先に連合国と講和し、数軸を脱落した、イタリアやハンガリーでは講和し数軸国を脱落した、あと、マルガレーテ作戦でドイツ軍に占領されるという事態が起こっていた。ドイツ軍を国内から駆逐するという条件は、中流ドイツ軍との全面戦争になり、国土を占領されるというイタリア、ハンガリーの二の前になりかねなかったのである。 フィンランドはやむなく講和交渉を打ち切り、カレリア地境に前もって備えていた、防衛線以外にも、防災の建築をはじめ、動員を拡大するなどソ連との戦闘に備えた。6月9日に連合軍のノルマンディー、上陸作戦と交往して、ソ連のフィンランドへの攻勢が開始された。ソ連軍の攻勢の目標は、フィンランドの数軸脱落とビボルグなどの丘陵脱会などであった。 ソ連軍は、レニングラード方面軍、カレリア方面軍がこの構成に参加し、フィンランドはほぼ全軍をもってこの構成に対応した。フィンランドは、カレリア地況に作った主防衛線を破られ、VT 防衛線のクーテルセルカで抵抗したものの、第二次世界大戦で、冬戦争当時とは比べ物にならないほど、戦闘技術の向上したソ連軍の圧倒的な構成と、戦車や、 火砲などの火力を前に、戦線は交代を続け、構成再開から半月を持たずに、フィンランド第二の都市ビープリが陥落し、フィンランド軍は6月21日には、カレリア地境の第三の防衛線 VKT 線まで交代した。フィンランドはドイツに援軍を求めていたが、ドイツは折から戦争からの離脱を試みていたフィンランドへの援軍に難色を示し、 6月22日には外務省リッペントロップを派遣し、ドイツと共に継戦するように求めている。大統領であるリュティは、フィンランドはドイツと共に断固最後まで抗戦すると宣言することで援軍を確保した。さらに東カレリアで防衛を行っていた軍からも一部兵力を引き抜き、カレリア地況方面に総兵力の半数以上をつぎ込んだ。クールマイ戦闘団や、 第303突撃砲漁団などドイツからの援軍、支援物資も到着し常に不足していた、対戦車兵器もドイツから供与された。6月21日、ソ連軍はフィンランド軍の壊滅、ことか近郊のフィンランド本国到達を目標になどで VKT 戦に攻撃を始めた。フィンランド軍は VKT 防衛戦の各所で強固な抵抗を続け、 タリーコールイハンタラでは特に激しい戦闘が行われた。この地域は火星や故障などによって気候手段の通れる範囲がタリーコールイハンタラ近郊の非常に狭い範囲であったためソ連軍はこの十数キロメートル程度の区画に兵力の多くを集めて突破を図った。フィンランド軍は波状攻撃を続けるソ連軍に頑強に抵抗。 ソ連部隊に損害を与えながら少しずつ戦線を下げていった。6月27日から30日にかけてのソ連軍の攻勢では損害が拡大し突破されかねない状態となったが、7月1日までには後方から援軍や対戦車兵器が前線に続々と到着し、ソ連軍の通信も傍受。7月3日にはフィンランド側の全火力を持ってソ連軍に反撃した。 一区画に多くの兵力を集めていたソ連軍は大打撃を受け、一部の部隊は壊滅、ソ連軍の進撃の足は止まった。その後もソ連軍はブオサルミの戦いやビープリワン上陸作戦でフィンランドの防衛線を突破しようと試みたが、フィンランド軍はソ連軍の突破を許さず、地境での攻勢は頓挫した。この後、兵力の薄くなった東カレリアに向け、 ソ連軍カレリア方面軍が攻勢を開始した。しかし、こちらも遅延防御を続けるフィンランド軍に徐々に勢力を削がれ、フィンランド軍が気づいていた防衛線近くまで下がり、そこまで到達するとそれ以上の進軍が難しくなった。また、イロマンチの戦いでは、もって戦術でソ連軍の一部を壊滅させ、継戦能力がまだあることを見せた。フィンランド軍は、 ソ連軍の進行を止めることに成功していたが圧倒的な兵力差、物量差のためフィンランドはこれ以上戦線を押し戻すことは不可能であり戦争が長引けば敗北は必死であった。一方ソ連は初戦でのフィンランド軍の必要な抵抗を見て占領価値の低いフィンランドへの攻撃を継続することの無意味さを思い知った。また連合国は ノルマンディ上陸作戦を成功させヨーロッパを投信する構えを見せており、ソ連としては対数軸国戦争後のヨーロッパでの勢力圏拡大のためにフィンランド方面に兵力を張り付けるより東欧諸国へ攻撃を行う方が理にかなっていた。ソ連はバグラチオン作戦のためにドイツ戦線に戦力を集中させており、7月9日以降は フィンランドへの攻勢の主力となっていた戦車部隊や新英狙撃兵軍団などをナルバの戦いなどに向けエストア方面に移動させ始めた。このためソ連側からさらなる攻勢は行えなかった。7月12日、ソ連軍は攻勢の停止指令を受け残酷を掘り防衛体制に入った。戦線の膠着が始まるとフィンランドは再度戦争終結のため、 ソ連との講和交渉を再開した。また、ソ連もフィンランドが降伏するのであれば、和平に応じる姿勢を見せた。フィンランドは一時は、カレリアとの丘陵を回復したが、ソ連軍の反抗によって奪還され、北極海に面するも失った。また、人員も冬戦争以上の多大な犠牲を払った。しかし、フィンランド軍は奮闘し、圧倒的な戦力差を誇っていたソ連軍は、 フィンランドの3倍以上という大損害を受けた。この結果は講和交渉の土台となった。ドイツからの援助を受けるために、デュッティ大統領が個人名義で行った、ドイツと共に断固最後まで交戦するという宣言のために、デュッティ政権下では、ソ連との講和に臨むことができなかった。このため、講和に先立って、デュッティは大統領を辞し、軍の最高司令長官であった。 マンネルヘーム将軍に大統領の座を譲り渡した。フィンランドは政権交代が行われ、親独政権ではなくなったことを超、親独的であったのは前大統領のィだけであるとして、講和交渉を行った。ソ連が講和交渉の中で提示した条件には2月の講和条件と同じく、ドイツ軍との決別、フィンランド領内からのドイツ軍の排除が盛り込まれていた。 しかし、交渉によって、それを行うための若干の猶予が認められた。その他、賠償金3億ドル相当の支払い、国境線を冬戦争後のものに戻すこと、ペツャモの割上、フィンランド湾の要衝、ポルッカラをソ連の咀嚼地とすること、軍備の制限、戦争犯罪人の処罰、全体主義的団体の解体、第二次大戦終結までの間の飛行場や、 港湾の使用許可などが求められ、フィンランドはこの条件で講和を飲んだ。フィンランドとソ連の間で1944年9月19日に、モスクワ休戦協定が調印され、その24時間後に完全に戦闘を停止した。ソ連との休戦と同時に条件であった、中流ドイツ軍をフィンランドから排除するために、ラップランド戦争が戦われた。 継続戦争で共に戦った兵士たちであったため、ドイツ軍はフィンランド軍と戦闘をほとんど行わず穏便に撤退したが、フィンランドの降伏に激怒したヒトラーは、フィンランド湾の島々に強襲上陸を敢行。この後も戦闘は控えられていたものの、ゆっくりと退却を続ける、ドイツ軍を早期に排除するためフィンランドは、ドイツ軍との戦闘を開始。フィンランド中流ドイツ軍が戦闘を、 ほとんどしていないことを知って起こったヒトラーの命令によってドイツ軍はラップランド地方で焦土作戦を行いラップランドは壊滅に近い被害を受けた継続戦争での参戦によってフィンランドは第二次世界大戦の数軸国側であったとされており現在でも日本やドイツ等と同様に国際連合の敵国条項に含まれうるとの解釈が可能である ソ連の侵略から国土を守るために、数軸国の一員として、ナチスドイツと手を組んだフィンランドが、敗戦国となり、冬戦争という侵略行為で、国際連盟から追放されたソ連は、アメリカやイギリスなどと連合国として手を組んだ。連合国陣営が勝利したことで、ソ連が国際連合の常任理事国になり、フィンランドから賠償金を取ることになった。フィンランドにとっては、 理不尽であるものの、ポーランド分割などとともに連合国の勝利した、国際情勢した、ソ連側の行動が大きく非難されることはなかった。フィンランドが国際社会に復帰するのは1947年の連合国21カ国に対する講和条約、パリ平和条約の調印後になる。戦後、東欧ではソ連衛生国の樹立やソ連軍進駐、そして時に、 武力侵攻が行われた。フィンランドでは、東欧のようになることなく、独立国として、ソ連の支援下で戦う。ただし、フィンランド経由以外の攻撃に対処する義務はないという、覚書で提出し、さらにパーシキビ路線と呼ばれるソ連との友好的外交を行い、マスコミは自主規制を敷いて、ソ連の侵略への批判はタブーとなった。この状況は、西側諸国から、 非共産国でありながら、ソ連に優和的姿勢を示すことを指して、フィンランド化と言われるほどになり、フィンランドの大祖優和姿勢は俗国化の典型とみなされるようになった。しかし、戦時の徹底抗戦と戦後の従属外交を使い分け、1956年にはポルッから咀嚼地も返還され、ソ連崩壊まで独立と平和を保つことに成功した。ソ連は、 大きな損害を受けつつもポルクから以外の戦前、要求していた領土は獲得し、公的に目的としていたレニングラード周辺の安全を確保した。さらに人国フィンランドを勢力圏に組み込むことで、領土的、外交的勝利を達成した。戦時中、ドイツの援助を得るためにやむなく、個人として協定を結んだ大統領のリュティはナチスに組みした。 戦争犯罪人として裁かれ、禁錮10年の判決を受けた。その後、獄中で健康を害し1949年に釈放、その後は陰遁生活を送り、1956年に死去した。その葬儀は、それ側の非難があったにもかかわらず国葬で送られている。戦時中、フィンランド軍の中には、ユダヤ人も存在し、また新たに、 フィンランド国内へ逃げ込んでくるユダヤ人亡命者も数多くいた。フィンランドはそうしたユダヤ人たちに対してフィンランド国籍を与えドイツへの引き渡しを拒否し彼らを保護した。当然そのような行動はドイツとの関係悪化を招き戦争を早期に抜け出せない要因の一つともなったのであるがユダヤ人に対し寛容との評価は国際的には あまりなく、ロッパスバルド教会にも見られるヒューダヤ人のみの組織構成の姿勢は、ファシスト的であると考えられている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。